ナルト考察鋼のメンタルランキング。今回はナルトに登場するキャラクターで不幸な待遇にもかかわらず周りをドン引きさせるほどの鋼のメンタルを持つキャラクターをランキング形式で紹介していきます。どんな強靭なメンタルを持つキャラクターがいたのか早速見ていきましょう。7位、ヒューガ・ネジ。落ちこぼれ相手になるとマウントを取らずにはいられない。当初は超嫌なやつでした。そんなネジも実はヒューガ一族の分家に生まれたために少年時代は宗家との格差のある生活を耐え抜いていました。本来分家では宗家を超えられないと血筋で諦めるものですが、諦めなかったネジは分家には伝わらない奥義八卦掌回転や重剣法八卦64章を誰にも教わらず一人で習得してしまうメンタルの持ち主です。これはヒナタの父親でありヒューガの宗家にあたるヒューガ冷やしも若干引いていました。6位、ロックリー。いつまでも青春を追いかける熱血ボーイ。アカデミー時代から忍術と幻術の才能が皆無だったため周りには熱血落ちこぼれくんとバカにされます。普通の忍びなら諦めるところを根性と努力によって最強の体術マスターにまで上り詰めた究極の頑張り屋さんです。ナルトキッテの努力家キャラですが、第2部では師匠であるマイトガイに活躍の場を根こそぎ奪われ修行の成果もわからぬまま物語を終えるという悲しい役もになっています。5位、春の桜。ナルトの物語では最終局面の手前までヒロインを務めます。物語の最初の頃は中二病全開のサスケを顔だけで好きになってしまいますが、何度も振られ続けることで無事更生と思いきや、サスケが闇落ちしてもサスケに殺されかけても好きな気持ちを保ち続けるほどの最強なメンタルの持ち主です。これはサスケじゃなくてもうんざりしますよね。そしてようやく物語の最後にサスケと結ばれサクラの悪夢が報われます。4位、ヒダン。殺戮を活動内容とする怖すぎる宗教、邪神教の信者で人体実験を耐え抜いて不死身の体を手に入れたのはいいのですが、痛みは感じるので普通は死にたいと思う状況にもかかわらず強靭なメンタルで痛みを耐え抜いています。最後は疑爆札で木っ端無人になったところを生き埋めにされます。そして放置されています。ナルトの中で最もかわいそうな最後を迎えたキャラクターかもしれません。3位、海のイルカ。アカデミーの教師でナルトの先生でもあるイルカ、10歳の時に九尾によって両親を失いながらもクラスの人間に明るく振る舞います。教師になった後は親の敵である九尾が封印されているナルトが教え子になり、普通だったら仇討ちしそうなものを一人の人間として受け入れます。他の木の葉の連中がどの道ろくなやつじゃねえだの見つけ次第やるぞだの言っている中でも一番にナルトに寄り添い続けます。同じ孤独なナルトに対して親のように接してあげるほどのメンタルを持った先生です。この物語で一番の成人と言えるでしょう。2位、ウチハサスケ。最初の頃は俺は復讐者だなどと抜かしつつも、ガーラ戦ではもう俺の目の前で大切な仲間が死ぬのは見たくないという言葉を放ち人間として急成長を遂げるキャラクターです。ここまでは良かったのですが、音の4人衆に煽られただけで口車に乗ってしまい、あれだけ思わせぶりなことを言っていた木の葉をあっさり裏切ります。その後は犯罪に犯罪を重ね闇に落ちながらも兄イタチの生き様をきっかけに忍界体制中に真実を知るためにホカゲたちのもとへ。ホカゲ4人により忍びであることの大切さや今何をするべきなのかを散々諭されますが、出てきた答えはなぜか革命。江戸転生で生き返ったホカゲたちの説得も天国にいるイタチの生き様もこれによって全て台無しになりました。物語の最終章でナルトと激戦を繰り広げた後、散々冷たくあしらってきたサクラと結婚し子供も生まれます。親に叱られて悲しいなんてレベルじゃねえぞと孤独の辛さを歌っていましたが、散々裏切ってきた仲間のもとへ帰れるメンタルは作中でもトップクラスでしょう。1位、畑カカシ。ナルト、サスケ、サクラが成長する上で欠かせないのがこのカカシ先生。大人の立ち振る舞いを見せてくれるかと思いきや、最初のサバイバル実習任務で子供の前でやらしい本を読み始めます。これだけですごいメンタルの持ち主ということがうかがえます。そんなカカシ先生は生まれてすぐに母親を亡くしております。それゆえに天才忍者と謳われた父親に懐きますが、ある事件から誹謗中傷を浴びた父親が自殺。その後闇を抱えたまま必死に修行し上忍となりますが、オビトが目の前で岩の下敷きになって死亡。そのオビトからシャリンガーを受け継ぎ改心しましたが、もう一人のチームメンバーであるリンを自らの雷切りで一突き。そんな様々なことを慰めてくれていた師匠ミナトの殉職、辛すぎる経験を耐え抜く鋼のメンタルを持っています。こう見ると本当に不憫で他なりません。さらに時は経過し、ナルト、サスケ、サクラがいる第7班の担当上忍になります。みんな生意気ながらも可愛い一面があり、お互い部下と先生として教え子たちと仲良くなってきた頃、
サスケはグレて抜け人になり、ナルトはジライアと行動し、サクラは綱手に弟子入りし、教え子は全員どっか行ってぼっちになってしまいます。その後はとても悲惨で、久々に再会したナルトとサクラに最近あるすごい真術を開発したと言ったり、入院した後に俺はただ寝ているだけじゃない、修行の方法を考えていたと強がって見せたりして、みんなの気を引こうとする姿が何とも言えませんでした。そして物語の最後では、死んだと思い込んでいたオビトが世界征服を企むヤバいやつになっているなど、最後の最後まで悲劇のキャラクターを貫き通しました。それでもくじけなかったカカシ先生のメンタルは作中トップと言えるでしょう。まとめ、今回はナルトの物語で屈指のメンタルを持つ忍びたちを紹介しました。初代ホカゲ柱の曰く、忍びとは耐え忍ぶもの。なのでこの強靭なメンタルを持つ忍びたちは忍耐力があり、ある意味優秀な忍者なのかもしれません。